はい、皆さんこんにちは、ヒーローです。今回は前回の新型コルドリーブスのエクステリア編に引き続き、いよいよこの新型からの大きな変更点の一つでもある対面キッチンなどもご紹介するインテリア編となります。なお、僕は公式の人間でもこの新型コルドリーブスのオーナーでもありませんので、説明が至らぬ点も多々あるかとは思いますが、この動画のリクエストをしてくださった方や、他にもこの新型コルドリーブスについてご興味があった方に喜んでいただけたら、との思いでこの動画を作成しました。もしよかったら、高評価やコメントなどで、今後も普段の動画投稿と並行して、たまにこういった特定のキャンピングカーを具体的に検討したいという方のお役に立てるような動画投稿も継続できるよう、応援していただけたらとっても嬉しいです。それでは参りましょう。まずはじめに、エントランス脇に設置されたメインスイッチと、その左隣に設置されたエントランス照明のスイッチです。この照明のスイッチをオンにすると、エントランスの上方に設置された照明が、このように入り口付近を明るく照らしてくれます。続いて、エントランス脇に設けられた収納庫です。一番下の底面を入れると、合計4段分の棚になっており、この中には靴やちょっとした小物などを入れておくことができそうです。次に、その収納庫の左隣の収納スペースです。このご時世だと何か他のものをベタベタと触る前に入り口入ってすぐに手を消毒したりするため、このスペースに消毒液などの除菌グッズを置いておくというのもいいかもしれません。続いてその左隣の収納庫です。この収納庫はプッシュ式ロック金具がついた右側の扉とその左側の扉を両方とも開けることができる観音扉タイプになっています。庫内左側の壁面には、前回のエクステリア編でもご紹介したステップボードが折りたたまれた状態でバンドで固定されています。実際にステップボードを取り出して、エントランスドア内側の階段部分を塞いでみましょう。こうすることで、キッチン周りの足元をこのように広く使うことができ、1人だけではなく、2人で並んで料理を楽しんだりといったこともできそうですね。続いて、リアカウンターですが、新型から対面キッチンが採用されたことにより、その天板は段差などが一切なくフラットな状態で、荷物を置いたり作業をしやすくなっています。その右端の壁面には AC100V 二口コンセントが設置されています。リアカウンターの幅や奥行きは十分に確保されているため、そこに置いた炊飯器でご飯を炊いたり、電気ポットでお湯を沸かしたりすることもできそうです。続いて、リアカウンターのアクリル二重窓ですが、その他のアクリル二重窓と同様、上から引き下ろして使用する網戸と、下から引き上げて使用する遮光スクリーンで構成されたコンビロールを備えています。網戸も遮光スクリーンも上下に無段階で動かすことができるので、このように好みの位置で止めて使用することもできます。窓の開け方ですが、まずはロック装置についているロック解除ボタンを押しながらレバーを回転させ、ロックを解除します。そして窓を外側に向かって押し出すことで窓を開けることができます。リアカウンターの左端にはスイッチが2つついており、これらはリアカウンター上方に設置された2つのリアカウンター照明のオンオフを切り替えるためのスイッチになっています。次にエントランスステップを上がったキッチン周りの床の部分ですが、 FRP の防水パン仕様になっており、またこのように水抜き穴がついているため、例えば急な雨などの時に土足のまま車内に駆け上がったり、料理中に調味料などをこぼしてしまったとしても、水を使った清掃なども可能であるため、非常に使い勝手が良さそうです。続いてキッチンスペースですが、まずはその左下の収納庫です。前回の動画でもご紹介しましたが、こちらの庫内右側の壁面にはカセットガスを2本装着することができ、その上部に元栓が設けられたガス供給器が設置されており、また奥の底面には容量20リットルの清水タンクが設置されています。これはシンクなどで蛇口をひねった際に清水タンクなどから水を引き上げることができるようにするためのポンプスイッチで、その下にはオプションの電子レンジを置くためのスペースや、さらにその下には同じくオプションの温水ボイラー本体を置くためのスペースがあります。いよいよ対面キッチンですが、まずはこの右側のガラスカバーを開けると、そこには二口ガスコンロが設置されており、同じく左側のガラスカバーを開けると、そこにはシンクが設置されています。対面キッチンになったことで、例えば家族など、
みんなと一緒に過ごす際に、その時キッチンに立つ方がサードシートに座ることにして、それ以外の方がセカンドシートやサイドシートに座るようにすれば、料理などで席を立った際も、みんなでお互いの顔を見ながら話すことができるため、一体感を損なうことなく、ゆっくりと楽しい時間を過ごすことができそうですね。続いて、二口ガスコンロ上方の位置に設置されたレンジフードと、その左側に設けられたレンジフードライトです。円形のレンジフードライトの奥に設置された右側のスイッチを押すと、レンジフードのファンを回すことができ、左側のスイッチを押すと、レンジフードライトを点灯することができます。ガスコンロの右端には、手前と奥にそれぞれ一つずつ火力調整ダイヤルがついており、奥の火力調整ダイヤルは左側のガスコンロのもので、手前の火力調整ダイヤルは右側のガスコンロのものになります。ちなみに、言われなければ気づかないという方も多い点ですが、右側のコンロに比べて左側のコンロの方がそのバーナーサイズ等が少しだけ大きくなっています。手前の火力調整ダイヤルの左隣に設置された点火スイッチを押すと、左右両方のバーナーにこのように火花が飛ぶようになっているため、各火力調整ダイヤルでガスを出した状態の時にこの点火スイッチを押すことで火をつけることができます。続いてシンクですが、左奥のスペースに清水用蛇口が設置されており、その蛇口ヘッドはこのように上下に動かすことができるようになっています。また、その左隣に設置された円形のノブを回すことで水が出るようになります。シンクの左側には AC100V 二口コンセントがこの位置にも設置されており、またその上部には例えば調味料などの小物を置いておくことができそうな棚が設けられています。他にもキッチン周りには数多くの収納スペースが設けられており、まだこの後ご紹介する大きな収納庫が他にもあることを考えると、リアエントランスのモデルが一般的に抱えている収納力不足という問題点を、この新型コルドリーブスは大幅に改善したと言っても差し支えないと思います。次にマルチルームです。ドアを開けるとまず真っ先にとても映える濃紺色の壁が目に飛び込んできます。またマルチルーム内に設けられたアクリル二重窓の上方にはちょっとした小物が置ける収納棚があり、その底面には照明がついています。このマルチルーム照明はこのようにタッチ式の LED ライトになっており、3段階の調光ができるようになっています。また車体後方の壁面には投げ石が採用されたことにより、例えばここにハンガーなどをかけたりと、荷物の収納の選択肢や自由度が向上しています。車体前方の壁面にはこのように何か小物などを置けるような2段分の棚があり、下の段にはオプションでシャワーを設置することもできます。マルチルームの床はキッチンスペースの床と同様、水抜き穴のついた防水パン仕様になっており、シャワーを浴びたり濡れ物や汚れ物を置いたりすることもできるので、使い勝手が良さそうです。また天井には太陽光を利用して自動で換気を行うソーラールーフベンチレーターが設置されています。マルチルームのドアを開けた時にそこから見えるキッチンやダイネットなどの様子もとても雰囲気がいいですね。マルチルームの左側には大容量の収納庫があり、その扉はこのように観音開きタイプになっています。収納庫内には3段分の棚があり、棚板を棚ダボで支える構造になっているため、見た感じ高さ調整もできそうですね。またこの収納庫にはオプションで冷蔵庫を置くことができ、その排熱のためか上部にはスリットが設けられています。その上部にもまた別の収納庫がありますが、かなりの奥行きが確保されているので、仮にその下の収納庫にオプションで冷蔵庫を置いたとしても、ここに様々なものを収納することができそうです。その左隣の収納庫も同様に奥行きがしっかりと確保されています。その下部にはクローゼットがあり、上着など複数枚の衣類をハンガーなどでかけておくことができます。続いてリビングルームとなるダイネットスペースですが、リアエントランスのモデルならではの広大なスペースが確保されています。汚れなどにも強いビニールレザーが採用されたサードシートに座ってみましたが、かなり座り心地が良くてびっくりしました。車体の左右どちらにも設けられた大きなアクリル二重窓、オーナーの方の思考の秘密基地、右側のアクリル二重窓の上方にはルームエアコンも設置されており、天井にはベンチレーターが設けられています。サイドシート脇には3つのスイッチがついており、
これらはダイネットの各種照明のオンオフを切り替えるためのスイッチになっています。今サイドシートに座っていますが、一つのテーブルを囲うように家族や仲間でゆったりと過ごすことができる空間。ここでどんな会話が弾んだり、宝物のような思い出が生まれるかと思うと、とてもワクワクしますね。続いて、こちらも話題のサードシートの肘掛け部分ですが、この肘掛けは上方に引き上げるとカチッという音とともに1段ずつ上がり、6段階目まで上げて固定することができます。一番上まで引き上げるとそのロックが外れ、下に下ろして座面と面位置になるように収納することができます。セカンドシート下のスペースには AC100V 2口コンセントが設置されており、その右隣にはヒューズ交換やメンテナンスのためのドアが設けられています。車体左右の大きなアクリル二重窓の使用方法に関しては、先ほどの説明と重複する部分があるため割愛しますが、遮光スクリーン等を無段階で好みの位置で固定して使用できるため、光を少し取り入れつつも隣の車から覗かれたり、近くを歩く歩行者の方などと目が合わないようにするため、これぐらいの位置で止めて使用することもできます。こちらの車体左側のアクリル二重窓の上方には2つの収納庫がついています。シンプルな庫内の形状で幅、高さ、奥行きともに十分確保されていることから、さまざまな荷物を入れておくことができそうです。続いてサイドシート脇のテレビラック周りですが、まずはじめにそのアーム部をフレキシブルに動かすことができる LED のスポットライトです。この円形の本体中央に設けられたスイッチを押すことでライトをつけることができます。かなりの明るさがあるので、この下で本などを読むことも難なくできそうです。またこのスポットライトの本体下部は USB コンセントになっており、スマホやタブレットなどの充電をすることも可能です。極力具体的で分かりやすい紹介動画にしてほしいというリクエストをいただいていたので、バンテック愛知の後藤店長から許可をいただき、少し iPad を充電する様子も撮影してみました。なお、反対側の壁面にもこれと同じ LED スポットライトが設置されています。他にもテレビラック上方には FF ヒーターのコントロールエレメントや、テレビ用 F 型コネクター、DC12V コンセントなどが設置されています。そしてテレビラック下方にはちょっとした収納スペースと AC100V 2口コンセントが設置されています。続いて掘りごたつモードへの移行ですが、これがとても簡単で、サイドシートの背もたれを外し通路部分を埋めるだけです。ジルとは違ってサードシートの肘掛けを外す必要などもなく、本当にスピーディーに設営完了です。ここに寝転がってみたり、テーブルの下に足を下ろしてみたり、座りながら足を伸ばしてみたりと、さまざまな使い方ができそうです。僕個人的にはセカンドシートからサイドシートの方に足を投げ出して寝る、このスタイルも結構お気に入りです。続いてサイドシートの座面とカバーを取り外すと、前回の動画でもご紹介したサイドシート下の収納庫と、その手前には FF ヒーターが設置されています。ちなみに FF ヒーターの吹き出し口はサイドシート下の足元やマルチルームの入り口の下方、マルチルーム内の入り口付近の足元の壁面にそれぞれ一つずつ設置されています。ダイネットのテーブル下部にはこのように床下収納庫も設けられています。次にダイネットのテーブルの取り外し方法ですが、テーブルの端を少し持ち上げて、テーブルの底面からぶら下がった1本の折り込み足を下に引き下げてロック装置を解除したら、テーブルの底面に沿わせるように足を折りたたみます。続いて壁側のテーブル端部の2つのフックを壁に取り付けられたサポートパイプから外すため、レバーを押し下げて固定装置の解除を行います。これで動かせるようになったテーブルはセカンドシートとサードシートの間にちょうど収納することができます。そしてこのテーブルの上にサードシートの背もたれとセカンドシートのヘッドレスト、さらにはセカンドシートの背もたれの背面に収納されたクッションを乗せることで、大人一人がゆったり寝れるベッドが出来上がります。そして実際に寝転がった感想なんですが、クッション性が良く、しかも変な段差などもなく、しっかりとフラットなので、かなり寝心地がいいです。サイドシートの背もたれで通路部分も埋めると広大なベッドスペースの完成です。大人2人と小さなお子さんであれば3人で一緒に寝ることもできそうです。
最後にバンクベッドですが、このバンク部分にも車体の左右にそれぞれ1つずつ USB コンセント付きの LED スポットライトが設置されています。なお、バンクベッドについては、試作段階のこの車両について、すでにいくつか予定されている変更箇所の中でも、個人的に一番大きな変更にあたるのかなと感じましたので、一応この変更前の状態についても、ご覧いただいているように、簡単に3倍速の映像でお見せしようとは思いますが、その詳細な説明は割愛させていただきます。なお、動画の冒頭でもお伝えしましたが、その変更内容については、まだ確定になっていないものがある可能性や正確性等の観点から、僕からご説明するのは適切ではないと考えますので、大変申し訳ございませんが、バンテックの各店舗において、スタッフの皆さんにお尋ねいただいたり、バンテック TV などでの公式情報の続報を合わせてご確認いただけたら幸いです。ということで、前回のエクステリア編、そして今回のインテリア編と、僕が展示車を撮影させていただいたり、各種資料を調べたりして知り得た範囲で、極力わかりやすく新型コルドリーブスについてまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。僕自身、自分が今乗っているジルを購入する際に、もっと詳しく知りたい、もっと具体的に検討したい、といったニーズがありましたが、それをしっかりと満たしてくれるだけの十分なコンテンツが存在せず困っておりました。以前の動画でもお伝えしたように、キャンピングカーに乗っている方というのは、普通の車に乗っている方に比べて圧倒的に少数である上に、その方が必ずしも YouTuber とは限らないため、そういった意味で皆さんが興味のあるそのキャンピングカーについて情報が不足しがちというのは致し方ないところもあるのかもしれませんが、今回の動画がバンテックのこの新型コルドリーブスについてそのように感じていた方の何か一つでもお役に立てていたとしたら、僕としましてもとっても嬉しいです。ということで、長々とお話ししてまいりましたが、この動画を視聴してくださった皆さんが素敵なキャンピングカーライフを送られることを記念して、今回の動画を締めさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご縁のある方とまた次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。